今日実はこれ来ました。スマートアイグラス SETE1 デベロッパーエディションです。これすごいですよ。これメガネとしてもねかっこいいと思ってデベロッパーエディションだったんだけど、買っちゃいました。See the future、ね、うん、で開けるとスマートグラスです。これケースメイドインチャイナ、電源系ですね。こいつをついてるんですよね、ずっと。でここにカメラ、見えるか分かんないんですけど、見えるかな、あったあったあった、この四角いやつディスプレイです。こうやると見えなくなる、こうやると見える。でこっちもついてるディスプレイで、鼻盛りもさすが日本人仕様。まあ、これ変えられるんだろうな。多分ここ変えられるようになって、日本人は鼻が低いんで、このぐらいになってますね。高いのが。でもここ変えられるはずです。アジャストできるようになってるんで。で、これにさらにレンズが入れられるっていうことだったんで、私今回買ったんですよね。これ、フォルムが超かっこいいんですよね。でもこれだいぶカーブがあるんで、これどうやって9000円でレンズ入れるんだろう。ジーンズさんで入れられるっていうことだったんですけど、すごいなこれ。ちょっと今日トライしてみます。でね、シリアル70番、まだ70個しか出てないんだこれ。で、かけ心地は悪くないですね。鼻もしっかりついてるから、ね、一般の人にとったらメガネみたいに見えるのかな。なんか Google グラスね、最近入れないところがあるってよく聞くんで、もうここにカメラがあるからな、入れないとこ出るかな。他から見るとあんまりそのあれが見えないですね。ここにある、本当はあるスクリーンがさっきのこんな感じですね。いいかもしれないね、これ普通に。でこの子が、コードレスじゃないんですよね。音楽聴けんのかな。音楽とかも今のところ聴けないでしょ。デベロッパーエディションだから、まあ、ここにあるのカメラ、バック、うん、カメラぐらい撮れるのかな。ちょっとパワーをオンにしてみます。説明書見てないかな。うん、お、出た出た出た。あ、見えないんですけどこれ。あ、わかった。今実は出てるんですけど、私の中に文字が、でも見えないんですよね。おお、なんだなんだこれ、すげえ出てる。今ベアリングしてる。ちょっとこれこの映像見せられないのはなかなかですけどね。あれ、でもちょっと待てよ、これ黒いとことかだと結構見えるんですけど、光の方向行くと結構画面見えないな。で、一人で何やってるのか全然わかんないですねこれね。で、私が見えないのは目が悪いからでしょうねこれ。ん、なんで
接続できませんでした。Android でしたね。スマートフォンに接続されていません。本機とスマートフォンを接続してください。ちょっともうちょっと読んでからですね、これ。あと、目が見えない。度数入れないと。あ、でも、おもろ。すっごく面白い。こうやって見てると多分、いかれた人みたいになっちゃうんですね、こうやって。夜空を見上げて。お、すごいな。どこにでも出るんだろう、これ。ちょっと待てよ。コンタクト入れるべきだね。あ、今出てる？いた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 。すげえなこれ。普通に景色の一部に出てくる。なんかめちゃ自然に出てくるぞ。これが見せられないのが、まあ、こんな感じ。メガネとしてもかっこいいんですけどね。これだと目立つもんな。あ、でも自然なんだこれ。すごく自然。今実はこれでも映像出てるんですね。あ、今消えたな。あ、出てた。ベアリング、ちょっと遠くに出るんだよね、これ。アドレス、ブルートゥース、すげえ、ちょっと待って。はい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 。へえ、すごい。ちょっとカーブなんですね。そうですね、ちょっとカーブかかってます。へえ、ほんとだ。これで今の同じ度数ですか？まあでも、かけ枠だからちょっと来るけど、確かにちょっとクラクラするけど。ただ、今のメガネ、お客様が今持ったメガネが、それだとちょっと結構カーブついてるんですけど、そこまでのカーブではないので。あ、今のこっち？そうですね、そしたらちょっとカーブついてるんです。例えばそれに、見え方変わってくるので、はいはい、ごめんね、ちょっと待っててね。これ1段階下げた感じ。1段階下げてます。025下げたの。あー、確かに。なーに、逆だし。あ、本当だね。ちょっと楽になる。パパ、おいしい、おいしい、おいしい。蹴るよ。蹴るよ、蹴らないで、蹴らないでください。あー、ちょっと撮ってみようかな。確かにちょっと楽だね。でもそうでもないのかな。あー。